スマホで動画見てた。それじゃ起きられるわけがない。全てのことに遅刻して今日もサボってしまった。カップ麺お湯を注いでそれなら寝てりゃよかったなんてあくびしてたら麺が乗った。難しい。何になりたい、何をやりたい、いつからだろう夢を見てない。ずっとゲームしてるうちにいつしか大人になってた。みんなどこ行ったんだ、なんでそんな忙しいの。ちょっと待ってよ、時間はあんなにあったじゃないか。人生の電源切られるように、僕だけ退場ってこと。バンされても禁止されてもダメだって言われても、もう今さら違う自分になれるわけないじゃない。バンされても禁止されてもやめろって言われても、わかりました捨て反省なんかしない。神様何かいけないんですか、どこがその基準なのか知りたい。いっぱいあった時間の砂は何もしなくても消える。僕がそのだったら何でもできると舐めてた。何をやってるんだ、遊んでるの僕一人。誰か教えてよ、変わらないっていけないことなの。いきなりそう一方的に未来を知るにされた。バンされたらどうすればいい、知らなかっただけなんだ。もう一回からやり直すために、ちょっと難しいんだけど。されたらどうすればいい、見てるつもりなのか。若さってのは心配のためのいいよって信じてた。神様の自分を許してください。急にそんな宣告するなんて。眩しすぎる太陽が家庭の裾から漏れる。暗闇が来るまでにはまだ間に合うだろう。バンされても禁止されてもダメだって言われても、もう今さら違う自分になれるわけないじゃない。バンされても禁止されてもやめろって言われても、わかりました改めます、て反省なんかしない。神様何かいけないんですか、どこがその基準なのか知りたい。どんな状況に追い込まれても僕は絶対罰されるものか。のんびりカラオケにお付き合いいただきありがとうございました。もう時間がないのでまた今度のんびりやります。